はようございます。スプライトライダーです。今日は10月の14日、早坂サイクルさんとの、コラボ2ということでね、今回は蔵王の方まで行きたいと思うんですけれども、なんとね、参加者の人数が60代近いんですよ。やっぱりね、宮城ってもうこの11月ぐらいで結構寒くなって、今ももうすごい寒いんですけど、お、集合場所まで来ましたけど、まだ大丈夫かな、まだ来て、あーでもハーレーの人たちはだいぶ揃ってきてる。いやもうとにかくね、11月になったら寒いんですよね。だから走り納めをするために、まあみんな集まってくれたんじゃないかなという感じですね。だって普段そんなにね、今までまあそれでも 2,30 代集まってたかな、うん、でも今回が本当記録更新ということで60代近いってやばいよね。もうすごい不安でしかありませんけど、まあとにかくね、気をつけてツーリングしていきたいと思います。やべえ台数だ。いや、とりあえずハーレーの集団が行ってから行った。少し時間空けてから行くって、あ、出てくれって朝言ってた。54台で一応3班に分けて、ハーレーの人たちが先に行って、2班目でうちら、一応道が分かる人たちで、3班目が、まあ、初心者の人たちをメインで先導しながら、スタッフの人たちが先導して3班目は行くという感じですね。はい、よろしくお願いします。どうしようか、じゃあ俺ケツ持ちしとくよ。一応俺後ろ行くから、ソウ君たち真ん中で、うん、真ん中で走ってもらって、俺後ろ走るから、一番後ろ。大丈夫、俺と一緒に行く。じゃあここら辺で行きましょうか。うん、はい、というわけで今真ん中でオールさんは今日は見送りで、オールシーズンライダーさんもいます信号変わったんで、ライトのまた、ね、やべえなこの台数。いや途切れるねこれは。東に進みます。この先左方向です。はい、左方向です。あ、なんだこの台数、すげえ台数だ。ここだけでもすごいよ。下りでも結構ずらーっと見えるよ。あ、やべえやべえ、ちょっとカーブになってるから一番後ろまで見えたやべえこれは。あ、すごい台数だ。うちらの班だけでも10台以上いるよね。1、2の3、4、5、6、7、8、9、10、12、3台か。20台はいないやつか。ねえ、20いそう。20いるか。ああ、20近くいるか。しばらく道のりです。12度。12度。最高気温確か19、20だったはずだが、だいぶうちの脱落者とかいない。大丈夫、今セメント工場抜けたとこだ、後ろは。ああ、じゃあ大丈夫。釜草ダム右方向です。定義山に抜ける道あるとかって言った。ああ、そうそう、こっから定義山抜けれるよ。なんかこう寒いとこう厳格な雰囲気しますね。ねえ、奥の方霧になってて、なんか景色がすごい綺麗だ、幻想的だよ。あ、国立記念公園だっけ、そこで休憩だっけ。あの向かいっすね。うん、ドライブイン三島っていうとこ。降ってきちゃった、霧雨降ってきちゃった。あー寒い。いや、これカッパ必要だな。カッパ持ってくんの忘れたよ。第一休憩所到着。第一休憩所。
ちは戦闘組か。お疲れ様でした。トークそっち行ったわ。ETC 内組なんで。ああ、そういうこと。いろいろ支払いとか。うん。じゃああと時間空けてうちら ETC 組は行く感じか。これさ、これさ、初心者組の中も要は ETC 内やって人残ってるから。ETC ない人は先に行きましたね。初心者組でも ETC 持ってる人残ってるから。ああ、そっか。ここが一番いいところ。スタッフ誰もいないとおかしくね。What the fuck? どうしよう。台数多いんだ。あの後ろも一緒に引っ張っていくの。ああ、はい。ね。笹谷のインターまで行こう。はい。とりあえず西側の入り口の、うん。どこのスタンドが立ってるのかがいまいちわからない。はい。ああ、はい。わかりました。右方向です。うおぉ、すげえ台数だ。セントメリー緊張。ああ、セントメリー。セントメリー。セントメリーってこんなとこまであったんだね。そっち晴れたか。ああ、晴れてる晴れてる、こっち晴れてる。おぉ。ああ、青空見えてる。あれか、こっち少しペース上げないと後ろめっちゃ遅くなるのか。難しいなぁ、先導って。あ、でもこのぐらいのスピードだったらまだ後ろは大丈夫ですよ。このくらいだったら大丈夫。はい、まだみんな後ろついてきてるんで。うん、笹谷インター入りまーす。あと、マジ？お絶対じゃ見て間違えたわ。ええ高速降りて、右笹谷峠ってなってて、左山形市1班6、2班6通りいいんだよね。あ、いっぱい入っちゃった。いっぱい入っちゃった。あ、俺いっぱい入っちゃった。ETC なのに。いっぱい入っちゃったよ、バカ。よそ見してたからいっぱい入っちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。うん、いろいろありましたけど、なんとか笹谷インター入って関沢を今抜けてきました。やっぱこの台数で走ると。ETC もパンクするんだね。まあちゃんと1台ずつ入ればっていうのはあるんだけど、バイクだとなかなかタイミングが合わせづらいよね。あー、気持ちよくなってきたな。天気晴れてきたね、太陽出てきたよ。これを左。あー、はい、こっち持ってきて。あー、ガソリン給油。あ、結構広いんだここ。今80キロぐらいだから多分大丈夫だと思うけどな。まだいいな、俺は。これもまだ大丈夫かな。あ、後ろやってこよ。少なくてもあと100キロ走るし。え、これみんなガソリン入れる感じなの。いや、多分待ってんじゃないですか。これは入れる。ガソリン入れる人と待ってる組とでしょ。あともう先行く人は先行ってますね。ああ、これはちょっと待とうかしら。おい、トイレ。おい、トイレ。あそこで車入れてる。ガソリンも入れたから、そろそろ蔵王温泉行きますか。目的地は蔵王温泉まで行っちゃいますよ。トンピーさんも来るかな。あ、先行きましたね。あ、先行っちゃった。あれ、トンピーさん止まってる。あら、あ、一緒に来てくれるんだ。よかった、待ってくれてたから。あー、右だった。みんな待ってる。みんな待ってる。タイヤ温めてんじゃねえよ。次左ヘアピン。おー、気温も上がった。17度。いいコーナーだ。いいカーブだ。つなぎ目。うん、石蔵高原ラインに入った途端に電波が切れるっていうね。まあ、やっぱ山ん中はライン切れちゃうね。まだ左方向です。次左ってなってるよ。これ蔵王温泉。
これだって座温泉でしょ、左だよ。左だし、座温泉は左、あっち来た。まっすぐ行くとエコーラインだよ。しばらく西成です。これが出口の座の下か。これが最後のスタンド。これが最後のスタンド。 あと道成だね。あ、左、こっち、それそっち、うん、左。あれがいる。ゆっくり走ろう。ゆっくり。あ、すごいな、温泉街だね。これは真っ直ぐ、真っ直ぐ、右、次、右、次、右、右方向です。右方向、その先、目的地です。その先、目的地。え、どこ。目的地に到着しました。目的地に到着しましたってなったよ。え、どこ。もうちょい先いいかな。蔵王温泉、ようこそってなっちゃったけど。あ、え、この先じゃない、もしかして。あ、だね。うちら遠回りしたんじゃないの。ちょっと遠回ってきちゃったんだ。おー、あ、開けた開けた。うん、先頭組の、あそこにいたわ。もう飯食ってる。飯食ってる。早いな。もうどんどん食べていかないとね、入っていけないから。あ、ここが蔵王ロープウェイなんだね。目的地に到着しました。さあ、とりあえず飯か。飯です。お昼ご飯を食べましょう。ジンギスカン、これ違うよね。硫黄の匂いがすごい。足、足が、足があるって言いかいじゃん。うん。ああ、空いてるかな、ロバタ。いける感じ？うん。セットのみとさせていただきます。ああ、お昼にしましょう。ジンギスカン、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 ジン